槍ね。いつでもいいよ。待ってました。これで終わりに行くわよ。思いっきり行くわよ。出直していらっしゃい。相手になるわよ。頑張るぞ。やめろ。何よ、この感じ。いくよ。いけ。行くわよ。私の番だね。思いっきり行くよ。戦闘開始よ。僕の番か。させるもんか。行くよ。思いっきり行くよ。いや、行くわよ。任せなさい。いいわ。片付いたわ。戦闘開始よ。僕の番か。下がってて。さあ、我慢できない。いけ。倒れる。出番ね。我慢できない。早くやらせて。どうかしよう。緊張するな。待ってました。これで終わりに。ああ、来たわ。あんたなんか消してやる。私の番ね。そろそろ終わりにしましょう。失礼しましたわね。おしまいっと。アイテムゲット。
わよ。緊張するな。行くよ。これで終わりに。行くわよ。これで食らいなさい。許さないわ。当然の勝利。どう？慣れないわこの感じ。僕の番か。やめろー。さあ、行くよ。逃がさない。見てなさい。思いっきり行くわよ。出直していらっしゃい。気をつけて。頑張るぞ。させるもんか。これで終わりに。この感じ。あんたなんか消してやる。みんな無事か。前より強くなりましたよ。おしまいっと。戦闘開始よ。僕の番か。やめろ。私の番だね。思いっきり行くよ。見てなさい。完全勝利だね。頑張るぞ。下がってて。さあ、行くよ。いけー。イエーイ。出番ね。気をつけて。僕の番か。任せて。ありがとう。やだ。来た。私の番だね。これで終わりに。出番ね。思いっきり行くわよ。我慢できない。待ってたわ。恍惚感が駆け巡るわ。ついてますわね。ラッキー。そうね。いる。
敵よ。行くぞ。やめろ。行くよ。これで終わりに。いや。怪我ない？ああ、来たわ。あんたなんか消してやる。レベルアップ。おしまいっと。使うわ使うわ。来たな。頑張るぞ。やめろ。待ってました。この出番ね。完全勝利だね。戦闘開始よ。行くぞ。させるもんか。出番ね。一丁上がり。アイテムゲットよ。戦闘開始よ。僕の番か。私の番だね。これで終わりに。ちょっと出番ね。片付きましたわね。出たわね。いつでもいいよ。この感じ我慢できない。いっけー。やっ、あー、来たわ。あんたなんか消してやる。手に回った。あ、緊張するな。私の番だね。この見てなさい。思いっきり行くわよ。たあいもないですがね。相手になるわよ。いつでもいいよ。これで。私の番だね。思いっきり行くよ。見てなさい。この感じ。片付いたわ。
これですごくいい。さあ我慢できない。いけー。いや、ああ来たわ。あんたなんか消してやる。出たわね。緊張するな。任せて。染み渡りますわ。行くよ。これで終わりに。出番ね。思いっきり行くわよ。片付きましたわね。お出ましね。頑張るぞ。さあ、行くよ。いけー。出番ね。みんな、無事か。一丁上がり。現れましたよ。僕の番か。やめろ。待ってました。これで終わりに。ああ来たわ。あんたなんか消してやる。みんな無事か。おしまいっと。行きますわよ。緊張するな。何を。待ってました。こんな。見てなさい。この感じ。後ろ、ガラ空きよ。行くぞ。下がってて。この感じ、行くよ。いけ。見てなさい。思いっきり行くわよ。みんな、無事か。興味深い。出たわね。行くぞ。やめろ。待ってました。こんな。倒れる。この感じ。あんたなんか消してやる。おしまいっと。Thank you.
ントを開始よ。頑張るぞ。これで気が利くわね。私の番だね。思い切り行くよ。ちょっと見てなさい。この辺を食らいなさい。当然の結果ね。見つけたわ。アイテムゲットよ。気をつけて。頑張るぞ。させるもんか。この感じ、いくよ。いけ。出番ね。片付きましたわね。どう？レベルアップよ。一丁上がり。戦闘開始よ。いつでもいいよ。させるもんか。こんな出番ね。この辺を食らいなさい。私もまだまだ。出たわね。緊張するな。させるもんか。さあ、我慢できない。いけ。来たわ。あんたなんか消してやる。この感じ、洞窟が駆け巡るわ。みんな無事か。一丁上がり。おしまった。ラッキー。行くぞ。待ってて。癒されるわ。行くよ。これで終わりに。出番ね。この辺を食らいなさい。よかったわ。
なんだ。ようこそ。なんか用か。あの、また使えそうなものを見つけた。おお、でかした。よし、確かに使えそうだな。目や。できたぜ。ハルさん、ありがとうございます。なんだ。おお、ジャック、メアリガンの点検に。ちょっと見てほしいものがあるんです。ほう、また何か使えそうな。はい、でもいつものとは形が違って。どお前、こりゃ使えそうですか。使えそうなんてもんじゃねえ。こりゃ大層なレアもの。レアもの。よし、メアリガンを貸せ。すぐに取り掛かるぞ。ありがとうございます。噴射する血液の量自体は変わってねえはずだが、念のために。はい。うわあ！おい、大丈夫か、ジャック。はい、なんとか。まさか出力が強すぎてお前自身が後ろに吹き飛ばされちまうとはな。噴射力を吸い。なんだ。じゃあな。こんな汚れ、私の手にかかっ。それにしても、理解。あら、何がです。シンデレラはいつも掃除をして。なぜって。うわ、重空間も人も普通に暮らしてればどうせ汚れるのに、汚してはきれいにしてないと価値がないなんて。これは面白いこと。わらわが何かおかしいことを言いましたっけ。たわしならここにあります。その道具は。わらわのサボり七つ道具、猫の手です。これがあれば取りたい。なんて便利よ。だから理解不能なんです。どうしてわざわざ面倒。きれいにしたという実感ですわ。結果が出るなら楽な方がいいです。ジャックに掃除してもらう。ジャックさん。それはジャックさんがおき。そういうのを無茶ぶりって言うんですのよ。そうして人の気持ちを試すよりはお掃除の方が無害ではない。無茶ぶりではないです。ジャックはわらわのために。ジャックさんがますますお気の毒になってきましたわ。しかもわらわが人の気持ちを試し。あら、違うんですの。あら、雑巾ならここです。あら、ありがとうございます。それで違うんですの。いえ、そなたなかなか鋭いですね。助かりますわ。あなた意外と気がつきますの。わらわは普段から動かない分、物事の観察はと。なるほど、そういう考え方もあるんですのね。目から鱗です。それはこちらこそです。おおほほほほ、私見る目は自信あります。ああ、そこにムラが。あら、気づきませんでしたわ。はかどりましたよ。人が働くのを見るのはいいものです。仲間がいるってなんだか変な感じですね。ええ、私も同感でしたよ。
それはどういう意味ですの？そんなに驚かなくても。驚くというか心外ですわ。どうしてあなたと私が同類なんです？え、だってシンデレラさんって意外と庶民的なところが。なあ、すぐにもったいないって言いますし、それに結構生真面目なとこ、だからきっと根は地味な方なんじゃないかって。私に喧嘩を売ってらっしゃいますの？何をさらっと失礼なことをおっしゃってますのかし。喧嘩だなんて、そんな失礼でしたか。とにかくあなたに地味だなんて言われる筋合いはありませんですわ。そうですか。なんですのその表情は。今さら急にしよ。白雪はただシンデレラさんと仲良くなりたかっただけなんです。別に嫌だなんて言ってませんわよ。もともと私たちは仲間ですし、あなたのこと。本当ですか？よかった。でもそれで仲良くなろうだなんて普通伝わりませんですことよ。人のことを地味だとか庶民的だとかもったいない精神の塊だとか貧乏くさ、そんな風に言われて普通仲良く従ってるだなんて伝わると思いまして。はっ、言われてみれば。白雪、もしかしてシンデレラさんの気にしている。私気にしてなんか。ともかくですわ。地味同盟って何なんですの？地味同盟ダメですか？もう分かりましたわ。入ればいいんでしょ？本当ですか？そこまで喜ばなくても、あとその名。じゃあ、かわいいですね。でもちょっと長いかもしれませんし、ジャックさん。まあ、ジャックもですの。それは何？お菓子。街でね、ちっちゃいのによく頑張ってるね。それ。マイションマイション。あげないよ。マイションマイション。これラプンツェルのだよ。これ。ありがとう。マイション。また何か落ちてる。あの、シンデレラいる？あ、うん、入ってもいいかな。開けないでくださいませ。何とも会いたくないです。え？ごめん、ただ、さっき廊下で髪飾りを拾ったから。え？ごめんなさいまし。私ったら。
うん、これああよかった。見つかってよ。ジャックさん、本当にありがとうございます。私、そんなに大事なものだったんだ。違うんですの、大事。え？なぜかはわからないのですけれど、昔から私こうって自分が身につけているものが一つでも欠けると、どうしようもなく不安になって、自分が醜い役立たずに思えてきて。そんなこと自分でも変だとは分かっているんですの。この間もそれでご迷惑をおかけ。そんな謝ることなんてないよ。僕にもあるって言ったよね。みんなだってそう言ってたしさ。そういえば、だから気持ちは分かるんだ。でも僕はいつだ、だからそのうまく言えないけれど、ありがとう。まただわ。どうしたの？どうにもなれないのよ、このスプーンだとか箸だとかいう。なれないって、今までどうやって食事。あら、私には手があるもの。手づかみだなんてソヤね。ソヤ？ソヤってどういう。え、それ本気で言ってるわけ？やあやあみんな、どうしたの赤ずきんさん。今日はデザートもらったんだ。デザート？デザートってのはね、あ、カルメ焼きだね。へっへっへ、町でさ、一仕事したらお礼にくれ。働くのは嫌ですけど、甘いもん。いや、あんたはちょっとは働きなよ。っていうか、誰かにねだってくるからいいです。そう、一つしかないのね。それなら私は眺めて。原料の砂糖はとても貴重な。グレーテルさん、お菓子に詳しいんですね。ええ、私に理性がなかったらとっくに奪い取って残らず食べているところよ。そんなに好きなんですか。半分あげようか。あなたにお情けを頂戴するのは尺に触るけど、いつまでこの衝動を抑えていられるか。それ人に感謝する時の言葉ではない。まあ食べなよ。では一口いただくわね。うん、笑った。そんな表情もできるのね。何かしらこの感覚、体の奥底から湧き上がってくるの。ああ、これが、これが私の景色。そんなに喜んでもらえてよかったよ。へえ、お菓子で釣れるのね、あんた。でも、お菓子で素直に喜べるんですから、グレーテルさんって。そうね、もう一つ聞きたいわ。何ですか？私はむしろあんたの頭の中について聞き。あら、興味を持ってくれるのね。いくらでも話してあげるわよ。やあみんな、何を話してるの？あら、ジャック、この子たちのことについて研究し。え、研究だったんですか？白雪はてっきり。大丈夫よ、白雪の言ってることが正しいから。あら、知識を得る行為のすべては研究よ。また得意の研究で困らせている。失礼なこと言うわね。困らせてなんかいない。はあ、どこから出てくるのよその自信。白雪はグレーテルさんとのおしゃ、ねえ
釈くん、この子たち姉妹だという割には性格が違いすぎ。そうだね。でもそれがいいんだと僕は思うな。その通りよ。だからこそ研究のしがいがあるの。だから検体っていうのやめなさい。親指姫は意外と細かいことに気づくし、それを誇示することはないけれど。そうかし。ただし言動が意図するところと一致しないことがあるように思えるわ。ねえあんた、もしかして喧嘩売ってる？思春期特有の二律背反かしら。あるいは愛情表現が下手なのね。親指姉様はちょっと不器用ですからね。不器用、そうね。適切。あんたたち。親指姫、二人とも悪気はないんだよ。ええ、白雪姫は思いやりのあるいい子だもの。不器用な愛情。そう言われると。優しさが時に暴力になるということを知っているし、だからこそ臆病になり。だけどあなたが恐れるべきは、鏡でも子供っぽい体のバランスで。やっぱり太ってます。まして誰かを傷つけることでもない。あなた自身の優しさが。あら、白雪の。ちょっとあんたね、白雪を傷つけたら承知しないわよ。傷つける？私は気づいた問題点を提示しているだけ。そうそう、眠り姫は見たところ寝てばかりね。あなたたちに守られている。確かにネムはそういうとこ。グレーテルさんって実はいろいろ見てるんですね。白雪たちのいい。あら、美点と欠点なんて表裏のものじゃないかしら。美点と欠点といえば、眠り姫と来たら。育つ時期ってグレーテル。あ、え、やっぱりそういう意味なんですか？何を動揺しているのかしら。私はただ生物学的に眠り姫。こんな状況でも寝ていられるなんて、眠り姫って結構大物。大物って何を見て言ってるのよ、この変態。え、いや違う。そう、ジャックはそちらに興味し。そんなわけないだろ。グレーテルだってさっき生物学。いや、ジャックのくせに不潔。ねえ、不潔です。そんな。あら、私は不潔だとは思わ。年頃の男子が女子のよく発達した胸部や臀部に興味を抱くのは極めて自然で。あんた、どこで何の本を読んできたのよ。だからジャックはこれからも正々堂々と私たち景色。わあ、もういい、もういいから。ジャックさんってそういう目で白雪たちを見ていたんですか？違う、違うよ。眠り姫、寝てないでなんか言ってよ。白雪姫、親指姫、私たちももっと胸元を強調してみる。未発達の部位がむしろ想像力を刺激する場合もあるということだし。それますます変態じゃ。白雪、試してみようかな。あ、シンデレラ。あら、ジャックさん、奇遇ですわね。あれ、手に持ってるそれは。うん、これですな。これはこの間手に入れたお菓子ですわ。へえ、クッキーか。お菓子なんてよく手に入ったね。私もびっくりしましたのよ。一体どんな。あー、それ知ってる、クッキー。あ、ラプンツェル、ダメだよ。ラプラプ、これ。うん、ラプンツェル。お、そうですの。でしたらさ。え、やったー。ゆっくり味わって食べるんですのよ。なかなか手に入らない。うん、じゃあね、シンデレラ。あんなにはしゃいで。
シンデレラ、よかったの？別に構いませんわ。あんなに喜んでいらっしゃるんですもの。シンデレラはいつもみんなのこと考えていて。あ、いえ、そんなんじゃありませんの。え？私はご覧の通り見えっぱりですし、高慢ちきですもの。他の方にはこの…シンデレラ…すみませんですわ。なんで…僕は…そんなことない。え？シンデレラはみんなが喜ぶことを考えて本当にそれをやってるんだから。ごめん、偉そうなこと言っちゃって。いえ、ありがとうございます。そう、私の思い込みをきちんと聞いてくださって。こんな方には初めてお会いしましたよ。そんな大げさだよ。あ、そうだ、確かポケットの中に、お、あった。実は僕もこれは確かチョコレートでしたかしら。うん、これ。え、でもいいんですの？なんていうか、僕よりもシンデレラの方が似合いそうだなと思って。 ありがとうございますジャックさん。かわいい。よろしくて。食べ物にはカロリーというものがあって、これがおしゃれとは密接な関係がありますのよ。ふむふむ、なるほ。いまいちよくわからないわ。どう関係して？だってカロリーを取りすぎると太ってしまいますのよ。はあ、なんて恐ろしい。それは恐ろしいですね。取りすぎないようにしないと。やはり理解できないわね。太るのとおしゃれには何の関係？そんなの決まってますわ。おしゃれをしたいならまずは体型が何より。ガーン。やっぱりそうですよね。で、おしゃれになると何か得をするの？得とか損とかの問題ではありませんわ。魅力的になりたいというのは女性ならみんなも。残念ながらそういった願望は私にはないわね。それを言ったら身も蓋もないですよ。なんで分かっていただけないのかしら。あら、3人揃って何の話をしている？あ、アリスさん、ちょうどいいところに来ましたわ。今、グレーテルさんに。おしゃれ？おしゃれって何かしら？アリスさんは可愛いものが好きですわよね。おしゃれとは、そう、ズバリ可愛いこと？ますます理解できなくなったわ。可愛いものは好きだけど、それがおしゃれと何の関係があるの？女の子がおしゃれをすると可愛く、そして綺麗になるんです。可愛く？ぬいぐるみみたいにということかしら。そうなの？あ、いえ、そういうことではなくて、もっと綺麗なドレスで着飾ったりとか。そ、アリスの言った可愛いは自分以外の対象物に対してでしょ。自分がぬいぐるみみたいに可愛くなるということ、あまり考えたことはないわね。そもそも可愛いという感情自体が他者の存在なくして成立しないわ。つまり自分以外の誰かから自分のことを可愛いと思われたい。理屈で言えばそういうことになるわね。なぜ他人からの無意味な評価を得たいの？ええ、普通に可愛いでいいようにも思うわ。それに、そうね、可愛いと思われたいという目的だけならば何もおしゃれと。二人とも何を言ってるのか白雪にはわからないです。ええ、なんだか私まで頭が痛くなってきましたわ。ラプンツェルにはわかるよ。ラプラプ、いつの間に。ってその格好は。やっぱり裸が一番だよ。そんな格好ではしたない。仕方ないわ、この話はまた今度にしましょう。まったく。
どうしたの白雪姫。あ、ジャックさん、何か悩み事？時々ふと悲しくなるんです。親指姉様も。そんなこと。確かに二人も可愛いけど、白雪姫だって。いいんです、無理にフォローしてくださらなくても。実際白雪は地味ですし。白雪姫だってなんていうか、ふんわりしてて可愛いよ。だからそんなに落ち込まなくても。それって太ってるってことですか？え、実はちょっと気にしてたんです。白雪は姉様たちと比べて太ってるなって。違うよ、ふんわりってそういう意味じゃなく。そういう意味じゃなくて、そう、雰囲気が優しいっていうか。え、そう、一緒にいて落ち着くというか、可愛らしいというか、とにかくどうしたの。なんだかんだで、ね、そんな風に言ってもらえると嬉しいなって。そう、ありがとうございます。少し自信が出てきました。そうかな。そうなんですね、地味って落ち着く。え、眠り姫。ごめん、気づかなかった。なんでもないよ、大したことじゃないんだ。ちょっと外の空気に触れたく。ごめんね、昼寝の邪魔して。眠り姫、そのためにここに来てたんだ。風邪ひかないようにね。どうしたの。眠り姫？なんでも。あ、ちょっと待。あ、白雪姫、ここにいた。どうしたの？なんだか。ジャックさんは本当に優しいですね。何かあったの？この間アカネ様に言われたんです。人の。そっか。でもそれはきっと君のことを知。そうなんです、そこなんです。親指姉様や、もともと自信はなかったけど、きっと自分が思ってる以上に。白雪姫、取り柄もないし、白雪なんていない方が良かったのかも。そんなことないよ、取り柄がないとか。じゃあ白雪の取り柄って何ですか？それ無理しなくてもいいですよ。やっぱりそうなんですね。違うよ、そうじゃなくて。羨ましい。ん？いいんです、しばらく一人にしてください。白雪姫、ごめん。ごめんなさい。はーい。眠り姫、どう
あのさ、わわわ、ね、眠り姫？あの、いいからこのまま。おやすみ。え？ありがとう、眠り姫。そうだね、これからは一人で抱え込む。だから考えがもう少しまとまったら話を聞いてもらってもいいかな。眠り姫？どうしてここに？ごめんね。もう大丈夫だから。眠り姫？膝枕を。それに無理だね、ジャック。ごめんね、眠り姫。僕また心配かけちゃってた。ありがとう。もう少しかな。な、うん。赤ずきんさん、今。おお、ジャック、久々じゃない。久しぶりだっけ？みんなでは会ってるから。そうだね。まあ、お姉さんなんてそんなもんだよね。頼りたい時だけ。そんなことないよ。僕はいつも赤ずきんさんだから。ジャック、あんたの赤ずきんさんは確かに頼れるお姉さんだけど、それは景色少女隊での。赤ずきんさんは可愛い女の子なのに。それなのにこの前は。ちょっと待ってよジャック。僕はお姉さんとしての赤ずきんさんのイメージだけで、かっこいいものが好き。それ以上言わなくていいよ。可愛いなんて本当はイメージじゃないって。いそんなことないよ。赤ずきんさんは確かに頼れるお姉さんだけど。女の子らしいって私が。赤ずきんさん、黎明のみんなの記念日にはいつもお祝いしてあげてるよ。それはお姉さんだから。おしゃれだし髪の毛だってサラサラしてるし、
女の子はすごいなって。嘘。武器を持つとあんなに強いのに、手が荒れないようにすごく気をつけてるのもちゃんと知ってるよ。いつの間にそんなところを。それに部屋にも可愛いものがいっぱいあるし。これは。その赤いフードだって女の子らしくておしゃれでかわ。うわあ、もういい、もうやめてってば。なんで赤ずきんさんが女の子らしくて可愛いって。違うっての。ジャックが私を女の子だと思ってくれてるって。じゃあ。さしてよ、照れくさいんだってば。え、私をそんな風に言ってくれるのお父さんだけだから嬉しいよ。赤ずきんさん。ジャック、飲み物を用意するから座ってて。そのカップもいつもお花みたいで可愛い。もういいってば、そういうのは。本当はあの時も私から素直に言えばよく可愛い帽子が欲しいって、花やリボンが好きだって。あの時は僕だって気がついててもよかった。こっちこそごめんね。でもジャックが私のために見立ててくれるのは嬉。僕は赤ずきんさんが本当に好きなものの方がいいと思う。可愛いものが好きだって。赤ずきんさんは赤ずきんさんなんだから。ジャックは嫌じゃないの？お姉さんの私がそんな。でも。うん、赤ずきんさんの知らないところを知ってすごく嬉しかったから。落ち込んでいた時も僕を頼ってくれたのが嬉しかったし。あの時はそのありがとう。あの時の赤ずきんさんも女の子らしくて可愛い赤ずきんさんだよね。それなのにこの前は僕よりかっこいいなんて言っちゃって。まあそれは否定しないかな。まあそんなわけでこれからもよろしくね。うん。こって何ニヤニヤしてるわけ。うわ、ぬいぐるみが顔に。よいしょ。赤ずきんさん大丈夫？僕が取ろうか。ちょっとは身長あるし。これくらいなら椅子使えば一緒だって。第一、私がここにしまった。取れた。かわいすぎるかなって思って一度もかぶってないけど。あ、赤ずきんさん椅子が。え、赤ずきんさん大丈夫だった？赤ずきんさん？何これ、動いてる。赤ずきんさんどうしたの？真っ暗だけどどこにいるの？赤ずきんさんどうしたの？隅っこで小さくな。もしかして怪我したの？してない。本当に？だって椅子は倒れてるのに。してないってば。あんたが受け止めてくれたから。僕が？もしかして僕の上に乗ってた？黙って、また蹴られたくないでしょ。変なとこ見るんじゃない。ごめん、そんなつもりはなかったんだけど。あったら記憶飛ぶまで殴るから。助けてくれようとしたんでしょ。うん。ありがとう、ジャック。それなのに。気にしなくていいよ。そうだ、このことはもう忘れよう。そうだね。
怪我もないしさ。眠り姫、いるかな？寝るところだったらごめん。実はその…確かに僕たち、会話らしい会話ってそんなにしてないんだよ。眠り姫には、なんだかいろんなことを教えられたような。言葉だけじゃなくて、なんていうか、うまく言えないけど、眠り姫といると気持ちが救われるという。だから、その…いきなりごめんね。ちょっと大げさだよね。寝てる時…寝てる時…起きたら…起きることで…世界が…眠り姫。そうだね、なんだかわかる気がするよ。やあ、グレーテル。ああ、いらっしゃい。その辺にどうぞお座りなさいな。あの、何を読んでいる？ああ。お菓子の本？メジャック、ここでお菓子を作るのに最大の問題は何だと思う？調理器具が足りないことかな。原料が手に入りにくいってことなのよ。それなら原料そのものから作ればいいと思って研究しているのだけど。時間ね。え？もうやめちゃうの？ええ、レポートを読んで研究する時間よ。随分と切り替えが早いんだね。お菓子のことをつい考えちゃったりしないの？景色リビドーくらい制御できて当然でしょ。景色リビドーに負けるということは、のべつ幕なしに G をしているようなものだわ。そういう何を赤くなっているの？あ、ちょうどいいわ。腕を出してちょうだい。そんなに血の巡りがいいんだ。腕をどうする気？血を抜くに決まってるじゃない。今ここで？道具はあるから心配いらないわよ。やるのは初めてだけどね。十分心配だよ。ほら、残念。大体そんな道具、ニコさんがよく貸してくれたね。楽勝だったわ。楽勝って、勝手に持ち出してきたの？そうね。採血がダメなら、瞳孔の検査をしましょう。そっちの道具もある。いや、僕は用事があるからこの辺で。そう。残念ね。これほど興味深い研究と。ごめん、じゃあ。何か用かしら。うわっ！なんだ今の音は。これはラプンツェルの部屋からだ。ラプンツェル？一体何を。髪の毛くるくる。くる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 。
プンツェル、やめ。もうラプラプったら仕返しですわよ。プニプニプニプ。え？それにしてもラプラプのお肌は本当にツルッツル。シンデレラだってツルツルだよ。ほら、うん、くすぐったい。やってくれましたわね。プニプニプニプ。プニ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 。あ、ジャックだ。ジャック。お、あら、ジャックさん。一体な、いや、ジャックも一緒にプニプニやろ。いや、僕はいいよ。じゃあまたね。ジャック行っちゃった。変なの。なくなくした。あ、今日はマッサージです。最近ちょっと肩が凝ってる。はあ、なんで僕がそんなことを。ひどいです。その手に持ってるの目薬だよね。セリフもやたら棒読みだし、嘘泣きはよそうよ。目薬じゃありません。サボり七つ道具の一つ。はぁ、分かったよ。ジャックは物分かりが良くて助かります。じゃあ、あー、そこそこ。ジャックはマッサージがうまいですね。そっか。ところで、かぐや姫はどうして、そんなに人。そんなの決まってるじゃないですか。自分で何もしたくないからです。そうなんだ。それにしてもその質問、何を今更って感じですね。いや、てっきり僕は逆だと思って、人をこき使いたいからサボってるのかなって。そんな不純な動機でわらわがサボるわけないです。そなたがサボりを語るのは。ごめん。じゃあなんでそんなにサボりたいの。なんで、また妙なこと。いや、そのやっぱりかぐや姫は僕たちの人間を助け。サボりたい気持ちに理由なんてありません。そうなんだ。わらわの面倒くさがりは赤ずきんの風土みたいなものです。誰だって持ってる子だ。そういうもんなのかな。ジャック、そなたにだってあるでしょ、そういうこだわりは。そうだな、高いところに乗バカと煙はなんと、せっかく答えたのに。じゃあもういいよ。え？ああ、ちょっと。何？ちょっと笑かいたくなっただけです。笑って。え？いや、別にそんなに怒っ。ジャックがあまりにも下僕向きだから、ちょっとバカにしてしまいました。下僕。いいです。かぐや姫いる？頼まれてたものを持ってきたけど。いない。あの、かぐや姫、どうしたの？あ、ジャック。いや、それはこっちのセリフだよ。
部屋にいないからどうしたのかと思って。そなたは変な人ですね。わざわざわらわなんかを探し。何かあったの？たまにここの中が息苦しくなるんです。そっか、確かにジェイルの中じゃそうなっちゃうよね。そうじゃありません。え？なんていうか、どこにいても自分の居場所ではないような気がする。そう、自分でもなぜかはよくわからないんですけど。それはやっぱり無理やり働かされてるって。かぐや姫にとって景色少女っていう境遇は辛いも。いえ、それは全然違います。そうなの。時々わらわにはどこか行かなければ。でも決してそこに行きたいわけじゃなくて、みんなとはむしろ。かぐや姫、変ですよね。うん、そんなことないよ。そうですか。少しだけここに行ってほしいです。うん、ちょうどいいです。かぐや姫、どうしたの？なんだか元気。ジャック、みんなの様子やっぱり、みんな元気なふりをして振る舞っていますが、やっぱりど。わらわは言うべきではなかったんでしょうか。そんなことないと思うよ、かぐや姫。みんなが落ち込んでたとしても、それは君のせいじゃなくて。慰めはよしてください。あの日からみんな、わらわがどんなわがままを言っても何も言わないんです。それはわらわに気を使っているからなんじゃないんですか。わらわが博士より先にみんなに話してしまったこと。それは嫌なことなの？みんな。当たり前です。そんなのみんなじゃないです。わらわになんか気を使う。このままだといつか。よくわからないんだけど、みんなの気持ちを少しは考えてあげたら。そうじゃなくて、わらわはただ。じゃあみんなが君のわがままにいつも付き合えって言うの？みんなだってきっと考えたいんだよ。今はそっとしといてあげなよ。どうしてそなたにはこれだけいろんなことを話し。かぐや姫、もう一人で考えます。もう。ごめん、そんなつもりじゃ。早く出てってください。ごめん。ちょうどいいです。よっ、おはよう。こんにちは。か、あ、皆さん意外と片付いてるわね。もしかして。なんかもう慣れちゃったというか。で、しかもなんでわらわ。だってここが一番広いんだもん。まあいいじゃない。まあ別にいいですけど、わらわも動く手間。そういえば前から気になってたんですけど。何ですか？そんなにダラダラしているのに、なぜかぐやさんは太らないんですか？確かに。何か太らない秘訣があるんですの？実はみんなの知らないところで運動してらっしゃるとか。ぐーたら姫に限ってありえないでしょ。ええ、
それはありえないと思うわ。なんだか勝手なこと言われてますけど、わらわは普通に太ってますよ。はあ？全然そうですよ、全然太ってませんよ。別にどうでもいいじゃない。じー、確かめましょう、真相を。だよね。待ってください。ふふふ、観念な。やめてください。あれ、これは、はそんな、まさかこんなことって。嘘よ、まさか私より大きいの。私は信じないわよ。隠れ巨乳というやつですわね。それにしても過度な謙遜は嫌っていうか、やっぱり全然太ってないじゃないですか。やっぱり一人が一番。あのさ、ジャック、え、こういう…だって、僕はそ…もどむよ、出てけ。はい。ちょうどいい…シンデレラ、ジャックだけど、入って…お、ジャックさん、来てくださったんです。うん、お待たせいたしましたわ、どうぞ。これをご覧になってくださいまし。ああ、綺麗なドレスだね。一体どうしたの？この間、町に行った時に見つけたんですわ。そうなんだ。確かにシンデレラならすごく似合い。ジェイルがなかった昔の時代は、みんなこんなお洋服を着てらしたんです。へえ。私もこんな素敵な服さえ着ていれば。これを着てみますわね。またその時を。シンデレラ、少し聞いてほしい。あら、どうしましたの？確かにそのドレスは綺麗だし、シンデレラにも。でも別に着飾ったりなんかしなくても、シンデレラは綺麗だよ。だから、そのそんなに無理したりしなくてもいいと。あなたに何がわかりますの？ごめん、僕…あなたなら、あなただけは理解して…もういいですわ。少し…シンデレラ…10周だね。はい、ジャックさんも一緒なら白雪。よし、いい心がけだね。よし、まあ初日だし今日。姫、これは一体…なんていうか、白雪も体力をつけようと思って…
んだ白雪あんた。それじゃあたくさん食べなくっちゃね。そうと決まれば食。いや白雪はいいです。まあダメだよ、ちゃんと食べなくちゃ。5杯はおかわり絶対だからね。へー違うんです、違うんです。ご飯ご飯と。グレーテル、何か探しているの？別に、そ…あちこち見回していた様子だったけど。ええ、人間を観察していたのよ。観察するような興味深い人間がいたの？誰か個人のことではないわ。そういえば、あの家にいた頃、かすかな希望と臆病さが入り混じり、それはやがて恐怖に変わると、私が弱々しそうに見えたのね。真っ先に私を殺そうと向かってきた人間もいた。そんな目にも遭ってたの？ええ、いつもヘンゼル兄さんが助けてくれたけどね。助けるって？死んだわよ、一人残らず。客観的に勝率ゼロに等しい状況下であっても人…それは…見て、あそこの人たち。うん、何か言い争ってるね。あの人たちの言動、私の家に入ってきたに人間は自身の人生に特別な意義を持たなくても原始的性だからだわ。あれほどの執念と情念とでもって生き延びるために生き…君は…何かしら。どうして君はそんなことを楽しそうに話すの？生き延びることは悪いことなの？君は…どうしてあなたはそのような捉え方をするの？私は人間の旺盛な生命力を買っているのよ。でも、そんな言い方、ジャック、あなたって表面的な感情にとらわれすぎて。グレーテル、生き延びるために必要であれば相手を殺すことも厭わない。それは行くのねえジャック。私にはやはり何か欠けているものがあるのかだとすれば、この胸の底に小さくわだかまっているの。ジャック、あなたはそれを知っているの？剣が倒れたぞ。あの女の子が倒してくれ。黎明の人か、ありがたい。死んで危ないところでしたわ、ジャックさん。ジャックさん、あなた腕を怪我しているじゃ。大丈夫だよ。少しお待ちになってくださいまし。シンデレラ？いいんですわ、スルーリー、少しじっとしててください。うん。これでよしですわ。
出血さえ止まる応急処置ですけれど、これでひとまずは安心ですわね。ありがとう。でもその服、大切なものだ。何を言ってますの？今はあなたの手当の方が大切でしたよ。君は見た目だけじゃなくて何よりも。え？何を突然。あ、ごめん。ジャックさん。でもそういえば、なんでシンデレラはあの服を。それはその試すって。この間ジャックさんがおっしゃったことを私なりに考え、ジャックさんは本当に私のためを思って、だから自分を乗り越えようと服を本当に手放せるのか試そうとしていたんですの。シンデレラ、そこまで思い詰めさせてしまった。いえ、これでよかったんですのよ。結局思わぬことになってし、こだわりは僕たち誰もが持ってるものだし、だから無理しなくてもいいと思う。ジャックさん、確かに。それでも私やっぱり感謝してますのよ。お互いゆっくり頑張っていこう。改めてこれからもよろしくね。ええ、私こそ。シンデレラ、どうしたの？あ、ジャック、実はそのまた綺麗になりたい衝動が。そっか。時々発作のようにやってくるんですの。でも気づいたって。最近私が思う綺麗になりたいという気持ちは誰かに見せたい。だからそのでも、じゃあその見せたい相手。え？どう？ね、その、いつも近くにいるというか。シンデレラ？ジャックさん。え？今なんて。心も見た目も誰よりも綺麗になり、そっか。うん、僕も応援してるよ。うん、いくらなんでも鈍感する。え、今何か言った？なんでもありませんわ。気のせいではあります。そっか。ジャックさん、いらっしゃいまして。あ、シンデレラ、どうしたの？その、実は見てほしいもの？じゃーん、これです。これは、何？これは口紅？何に？それが、私にもわかりませんの。昔の女性がしていたという。お化粧？へえ、昔の女の人が。この古雑誌に載ってましたの。ところどころ破れていて詳しいことがわからないのがさ。そっか。でもなんでまた。実は口紅は誰かに指で唇に塗っ。指で唇に。そのまさかですわ。私ぜひジャックさんに口紅を塗ってほしい。そんな急に言われても。お嫌でして。いや、そんな。それでは早速。じゃあ塗るね。ええ。大丈夫？なんでもありませんわ。ただ少しくすぐ。そっか。
大げさな。どうですかしら。うん。どういたしましたの。え、いや、なんでもないよ。ありがとうございます。化粧ってすごいんだね。昔の女性はみんなしていたらしいんですの。ほら、この古雑誌にも。どれどれ。ん、あら、口紅って別に人に塗ってもらわなくてもいいんだね。この雑誌の中の人自分で塗ってるし。ええ、しかも別に指で塗らなくてもいいみたいですわ。あはははは、早とちりしちゃったね。ち